はい、やってまいりましたビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えしてビジネスの秘密のノウハウや経験を聞いちゃおうという番組です。また業界人はみんな知っているが一般的には知られていないこと、非常識な業界常識などについてもお伺いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653。 また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。なおですね、番組の、過去の放送分は動画で私のブログ新里哲也 .com で見ることができますので、そちらもお楽しみください。この番組は平総合事務所、ストレスマネジメント沖縄、中曽根智弘弁護士事務所、 TBL 投資アカデミー、トータルヘルスウルル、サンキャッチ企画の提供でお送りいたします。はい、ということで本日も由美さん、はい、急に振られて狙ってました。急に振ろうかなと思ってね、はい、あの気抜いたところでちょっと振ろうかなと思ってですね、めちゃくちゃ探し物をしてました、ね、最近、ね、当番組のアシスタント、はい、メインメインじゃないですよしてくれてね、本当にあの女性が入ったことで盛り上がって、ね、あの聞いてる方もね喜んでるんじゃないかなと思っておりますけどね。本日もよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、であの毎週ですね水曜日、お届けしているビジネス天国沖縄なんですけどね、はい、本当に毎週素敵なゲストさんが来てね、うん、本当にこう番組中に一番ねもう勉強になるし楽しいしっていうね、はいはい、本当にいい番組だなってね自分で言うなって話なんですけど、いやすごいですよ、はい、本当に本当にね、なんですけどなんとなんと本日も素敵なゲスト様が、はい、いやすごいですね、この番組始まって、4年半になるんですけど、うん、ついについに世界に飛び出しましたね。わー、ワールドクラスの人がやりましたね来ましたね、ついにね、はい、待ち待ってました、待ってましたよ、はいはい、ということでね、CM の後にご紹介したいと思います、うん、それでは一旦 CM です。はい、はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております、毎週ですね素敵なゲストさんお迎えしてるんですけどもね、はい、うん、まあ、僕の尊敬する師匠からご紹介いただきましてね、本日、はい、ゲストで、来ていただくことが叶いました、はい、なんとなんと皆さんこの番組ついに世界に飛び出しましたね、うん、あのワールドクラスのお話が聞けるんじゃないかなと思っております。本日のゲスト様はですね、あの車椅子アスリート、実はですね日本代表、日本強化指定選手のですね、木奈翼さんです。木奈さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー木奈さん本当にありがとうございます。あの一気に番組の質が上がったグイーンと、今まで低かったわけではないですけど、そうなんですけどね、一気にワールドクラスのね、番組に変わりましたおかげさまでね、木奈さんね、僕実は今日初めてお会いするんですよ。そうですよね。そうなんですよね。初めましてでした。初めましてなんですけども、はいはい、まあいろいろネットで調べてみたりとか、うん、動画とか見させていただいてたんですけど、もうね、すごいこうネットで見ただけでもすごい人だなと、うん、いやいやいや、すごいこう何ですか、考え方とか、まあ実績も含めてなんですけどもね、うん、はあ本当にね今日本当に楽しみにしてきましたね。まあ、木奈さん、ご自身からもねちょっと自己紹介をお願いしたいんですけども。はい。いいですか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うるま市出身で、具志川東中、それから小座高校に行きました。で、今はまあそのままうるま市に住みながら宜野湾で仕事しているんですけれども、仕事しながらまあ車椅子の陸上をやっています。で、木奈翼と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ控えめにね、プロフィール言ってましたけど。はい。もう実際のところはね全然控えめじゃなくてですね、車椅子アスリートとして活躍されてるんですけど、まあ、専門は、中長距離、そうですね、はい、マラソン、はい、ということなんですけど、なんとなんとですね、大分国際車椅子ハーフの部で3位、はい、さらに16年には同大会でフルマラソンで、優勝してるということでですね、いやラッキーでしたね、大分国際がついてますからねすごいですね、ついに来ましたね、ワールドワールドが来ましたね、はい、で僕の方からちょっと簡単にプロフィールの方をご紹介したいんですが、はい、実は木奈さんはもともとはバスケットボールの選手で、はい、中学高校とは沖縄県の代表選手で、
活躍していたんですけども、まあ、大学の時1年生の時ですかね。そうですね、まあ、トレーニング中の事故によってですね、車椅子になったんですけども、そこからなんとこの身体能力の高さからですね、競技始めて4年でなんと県内外で、ね、結果を出し始めてですね、今に至ると、今ではもうワールドクラスに。実際どれぐらいなんですか、もう競技始めて。競技始めて5年目に入りました。5年で世界に飛び出していったんですか。すごいですね、なんか才能じゃないですか。いやまあね、まあ、努力も当然だと思うんですけど、まあ、当然努力だけでね、うん、まあ、無理だと思いますので、当然才能とか何のタイミングでもいろんなのが本当にあって、今のキナさんがいるんじゃないかなと思いますけどね。本当に今日ね、素敵な話が聞けるんじゃないかなと思ってますね。もともとあれですよね、バスケットの選手で。そうですね、もともとバスケで、はい、もう本当に小学校から怪我するまでずっとバスケでしたね。はい、まあね、沖縄を、ね、代表選手に選ばれるぐらいですから、かなりね、いや見てみたいですね。見てみたいですね。下手っぴでしたよ。いやギリギリ入れたかなみたいな感じだったと思います。ギリギリでも入ったのすごいんですよ。そうそうそう。いや、おそらくね、まあ、173センチということで、バスケットを本当にね、活躍されてたっていうのは なんとなく目に浮かぶんですけどもね。でバスケットを、まあ、大学までやって、はい、その後も何ですか、こう今の車椅子アスリートっていうのに転向したんですけど、はいはい、まあいろいろね聞いていきたいんですけど、もうまず聞きたいのがね、もう普通に考えたらね、その事故起こったことによってもう落ち込んだりとかするとは思うんですけど ね、うんうん、はいはい、ね、僕が逆の立場だったらね、いや落ち込みっぱなし、まあ、多分落ち込むだろうなっていうことなんですけど、そんなことないと思いますよ。まあそれをね経験されて、なおさらなおもなおまたこうね活躍を続けてるっていう、そのあたりがね一番聞きたいんじゃないかなと思うんです。木下さん、そのあたりどうですか、この実際、まあね、はい、もう大きな事故、大学1年生の時経験されたんですけど、はい、その時ってどういう心境だったんですか。そうですね、まあ一番はやってしまったなってすぐに思いました、はいはいはい、で怪我、まあ、スクワットやってる時にちょっと失敗して重りが落ちてきてしまっての、はいはい、背骨骨折だったんですけれども、はい、脱臼骨折で背中ポコって出てたんですよ、はい、骨が、はい、で見た人がちょっと背中出てるよって言って、結構で自分で触ったんですよ、はい。あ、脱臼だなって話になって、はいはい、でももうその時点で自分で立ち上がれない、うん、起き上がれない状態だったので、はい、あ、これちょっとやってしまったかもしれないっていうのは思ったんですけど、うんうん、多分皆さんが想像されてるようなショックっていうのは受けていませんでしたね。なるほど。でも病院に運ばれる間に、まあ、これから車椅子って言われるだろうことは覚悟していましたし。あ、そうなんですか。はい、でまあ、実際に手術とかいろいろ終えて、うん、でお医者さんにもしかしたら車椅子になるかもしれないって言われた時も、まあ、実際車椅子で生活されてる方って世の中にたくさんいらっしゃいますし、うん、はいはいはい、そういうのを考えると、まあ、特別なことっていうよりは、まあ、ただその世界に、はい、今までは知らなかった世界なんですけど、はいはい、新しい世界にこう仲間入りするっていうような感覚の方が大きくて、なのでそれから、はい、動けなくなった部分使えなくなったところっていうのもあるんですけど、確かに、うん、ただもう全ての感覚がやっぱり今までと違ってて新鮮だったので、うん、もうリハビリからそうなんですけれど、どちらかというと楽しさの方が大きかったのを覚えています。ゆびっち、初めてゆびっちって呼んだんですけど。そうなんですか。どうですか、今の話聞いて。すごいですね。神様ですか。坊さんですか。いや、普通って言っておかしいんですけど、なかなかやっぱ怪我とかね、はい、自分が向かってる夢とかがあるじゃないですか、うんうん、それで途中でこういった事故とか起きてしまったら、うん、絶対落ち込んで、あ、どうしようってなっちゃうんですけど、それをまたなんか新しいことが、ね、うんうん、新鮮さがあるっていう、切り替えスイッチが、視点がね、すごいですね。違うというか、何でもこうプラスに捉える感覚、もともとそういう性格なんですか。そうです、多分
まあ、これに関しては本当に周りにずっと恵まれてきたっていうのがあるので、人に恵まれてきていたので、やっぱ周りの人たちのおかげでこういった考え方を持てたでしょうし、まあ当時も本当にお見舞いに来てくれる人が絶えずいたので、そういう人たちに支えられて逆に前向きに頑張っていかなきゃいかなきゃっていうところがあったんだろうなとは思います。やっぱりあとね、絶対あるのがね、ご両親の育て方、はい、接し方とか ね、 そうですね、環境、はい、これはね絶対あると思います、ね、ありますね。どうですかそのあたり、キラさん。間違いないですね。間違いない。ちょっとはじめとたか子って言うんですけど、はい、彼と彼女が。はじめとたか子、僕会いたいですね。私も会いたいですね。どうやって育てたんですか。これはね本当にでもそういう考え方をね、ご両親からいただいたっていうのはある意味一番の財産かもしれないですね、皆さんにとってね。はい、いいこと言いましたね。たまにいいこと言うんですよ。いいから誰も褒めてくれない。いやでもね本当に素敵な捉え方というか、いや普通はね 2,3 年ぐらい打ち込んでね、はい、暴れて、はい、僕だったら多分10年ぐらい暴れてると思いますよ。さらに私20年ぐらい暴れてる、ね、もうダメって言ってそうです。いい加減にして帰れなくって言われそうです。でここの切り替えのなんかこうスピードも結構早いですよね、はい、そうですね、やっぱり早い方だったんでしょうね。でもまあそうですね、落ち込んでる時間もったいないなと思って、どうせ多分切り替えていつかは前向きになるんだろうってなったら、だったら今から前向きでいいんだろうなっていうのがなんかありましたね。その時間カットしまいにしたよ。そうですね、こういうことはそんな簡単にカットできるもんじゃない。できるもんじゃないですよ。あ、動画作ってるんじゃないか。編集してるんですかね。なるほどね。そこでまあね切り替えて、まあでもすぐにこう競技を始めたっていうわけではないわけですよね。そうなんです、はい、もう怪我してからはスポーツからは一旦離れて、はい、ちょっと自分の目標っていうのを大学の卒業の方に重きを置いて、はい、でまあほぼ1年くらい学校に通っていないんですね、はい、やっぱり入院生活があったので、はいはい、それでもこの1年を含めて4年間で卒業したいっていう思いがあったので休学をせずに、はい、っていうのもやっぱり支えてくれる周りの友達がすごくいたので、彼らと一緒に卒業したいっていう思いが強くて、ちょっと勉強の方に力を入れるためにスポーツからは離れてました。なるほどね、はあ、なんかこう一点集中する集中力とかもね、すごいですね。すごいですよね。やっぱり実際こう一緒に卒業できたわけですよね。できましたね。逆にねその卒業式って逆に感動的だったでしょうね。だと思いますよ。どうですかね、その普通でしたよ、はあ、結構なんかね木根さんと話したらね表紙抜けしてしまう。しか言えない。もうちょっとね感動的な話が欲しいんです僕は。そうですよね。でも全部ね普通なんですって。いやすごいですよ本当に。でもいやすごいな。でもね本当にいろんな方にね、うん、生きるためのヒントになるというか、この考え方捉え方ですよね、はい、本当に木下さんこれから先もね何が起こってもねそういう風に捉えていくでしょうからね。そうですね。やっぱりいつも思ってたのが、どうしても物事って要は見方次第でいいようにも悪いようにもなるっていうのはあると思ってたので、まあ私が怪我したことも後々はきっと私の経験として力になるだろうって考えれば、今考えられること、この感じられることは逆に全部記憶しておきたいっていうので必死でしたね。実際だから今のね木下さんの立場でしか言えないこと、木下さんの言葉じゃないと伝わらないことっていうのがあると思うんですよ。それを逆に手に入れましたからね。ラッキーでした。いやさすが名前が翼だけありますね。羽ばたいてますね。本当ですよ。すごいしか言えないです本当に。イメッチ。初めてイメッチって思うんですけど、すごいしか言ってないよ。質問だって神様ですよ。いや多分ねお坊さんでしょうね。皆さんもね。はい、じゃあ本日のゲストはねお坊さんの。いや翼さん違う、ちゃんと説明してください。あ、います。はい、アスリートもしている。なお。僧侶だなこの人は。でもうね実際にこう結果も出して、まあこれからね東京オリンピックっていうのもね視野の中にあると思うんですけど、そのあたりどう考えてるんですか。そうですね、いろいろと。
やっぱり世界で戦っている選手トップアスリートとこうレースする機会っていうのが少しずつ増えてきたんですけれども、うん、でもやっぱり一緒に走っているとどうしてもまだ世界との間に差があるなっていうのはすごく感じているので、うん、そういったところをちょっと一つずつやっぱり克服していって、はい、で、まあ、その先に東京パラでしたり、まあ、そういったものがあればいいなとは思っています。なるほどね。本当にね、もう本当に一生に一度出くわすかどうかで国内のオリンピックじゃないですか。そうですよね。本当にね、もう生きてる間にこれがね、経験できるっていうのはね、本当にすごいことだと思いますし、うん、この地元で結果を出すっていうのはまたさらにこう、日本のみならずね、もう沖縄県民にもすごい影響を与えると思いますから、もうぜひね、個人的にも頑張ってほしいなって思いますね、はい、うん、どうなんですか、この世界を目指すっていうこの感覚、はい、まあ、県代表で活躍もしてたんですけど、今はもうね、舞台がさらに上がって、はい、世界を目指すっていう今立場にいるんですけど、はい、どうですか、その変化とか、そうですね、かもう視点とか考え方とか、その練習方法に全部含めていろいろ聞きたいんですけど、はい、違いって何かあります？そうですね、まず私が世界を目指すような選手になるとは思ってもいなかったので、はい、まあこれも車椅子になったからこそなんだろうなって思っているんですけど、もうやっぱりまだ実感が伴っていないっていうのが正直なところですね。なので、まあ、ただ一つ一つ今は本当にやらなきゃいけないことっていうのは目の前にあるので、一つ一つを精一杯やっていくことが今必要なんだろうなって思っています。で、まあそうですね、練習内容に関しても実はコーチが、すごいコーチがついていまして、はいはい、で強化指定選手がいて、こういった選手たちを指導する協会委員があるんですけれども、はい、協会委員のスタッフをやっている方が今、はいはい、コーチについているんですね。なるほど、なるほど。ついているんですね。で、もうこのコーチが本当にいろいろなトレーニングメニューもそうですし、私の状態からどういったトレーニングが必要なのかっていうのも一から全部組み立ててくれているので、そういったところで本当に助かっていますし、もう本当に私はただそれ一つ一つ頑張っていくだけっていうような今状態なんですね。なるほど。じゃあもうコーチにこう、はい、なんていうのかな、 100% 信頼を寄せてついていってると、はい、でもそういう方が周りにいるっていうのは大きいですね。大きいですね、はい、なかなか、はい、信頼関係絶対必要じゃないですか、はい、いや全てがね、木田さんを中心に回ってるような感じがしてきましたよ。いややっぱりこの人はね、僧侶だね。神です。周りに恵まれましたね、先ほどね打ち合わせの時もお話聞いたんですけど、はい、まあ、実感ないんですって言っていたんですけども、こうね、日の丸がついたね、ジャパンのジャージが送られてきた時にね、ちょっと実感したっていうお話してましたけど、はい、どうですか、このジャパンのジャージが送られてきた時っていうのは。負けた瞬間、うわーってなりますよね。はい、で父と一緒だったんですけど、はい、もう父が危機としてこう喜んで一枚一枚ジャージをこう出して並べていくんですよ、テーブルの上に。お父さんこっそり来てたんですね。ね、絶対スーパーとか行ってるね。もう自分が全日本代表をこわしにしてから金井でとか行ってないですか、大丈夫ですか。LINE が来てました、一回来てもいい。ダメって、ダメですよお父さん、そんなダメに決まってるじゃないですか。頑張った人が来るんですから、勝手に横から出てきて、それでスーパー行ったらダメです。スーパー、で父体も大きいので、はい、もう来た日には伸びるに伸びて、はい、ダメじゃないですか、ちょっと今じゃないかな。お父さんも可愛いですね。 LINE で来ていい？聞くっていう、一応聞くんですね。でも木田さんのね、ご家族のね、はい、ファミリーの雰囲気もね、伝わってきて、やっぱりご、ね、やっぱりどうしても周りの支えがあったってお話してましたけど、やっぱり、ね、家族の支えっていうのが一番大きかったんじゃないですか。一番大きいですね、はいはい、本当にもう毎日まあ、入院期間中は来てくれましたし、それこそ母は私のベッドのそばに簡易ベッドを並べて、はいはい、そこで寝泊まりするくらい、うん、まあそれだけやっぱり心配かけてしまったっていうこともあるんですけど、はいはい、でもやっぱ近くにこう家族がいるっていうのは私としてはすごい心強かったですし、うんうん、なおさらまた頑張っていかなければっていう気持ちにさせてくれていました。なるほどね。もうこうなるとね、木田さんのこの競技人生は木田さんだけのものじゃないですもんね。
いろんな人に影響を与えますからね、はい、その分ねプレッシャーとかも大きいかもしれないですけどね、うん、どうですかそのプレッシャー、ね、楽しいもんですか辛いもんですか。ストレートよくこうテレビとかでアスリートたちがこのやっぱり応援してもらっている嬉しさと合わせてプレッシャーを感じてっていうようなものを見たりするんですけれど、はいはいはい、やっぱプレッシャーに感じてしまうと私も厳しいところがあるかなって思っているので、うんうん、それは、まあ、あくまでも応援声援として捉えていて、うんうん、私の背中を押してくれるものだと今思っています。なのでそれほどこう圧力を感じる重力を感じるようなプレッシャーではないですね。私を前に押し出してくれるプレッシャーがあります。背中を、そうですね、はい、いやありがたいです。スポーツ選手向けにねメンタルトレーニングできますよ。できますよね本当にね。で僕もスポーツしたら分かるんですけど、スポーツってもう8割メンタルだと思うんですよね。メンタルです。やっぱり俺同じぐらいのね実力があってもね、最終的にこうメンタルが結果を分けると思うのでね、はい、その辺はもう兼ね備えてるなと。いやもうパーフェクトじゃないですか。いや名前は翼ってつけるべきですね。そうですね。いただきました。いやでもこの名前、はい、男の子って間違えられることが多いんですよ。あ確かに、やっぱりでもだんだん今多い方増えてきてるかとは思うんですけれども、今日もあの保険証がちょっと新しくなってて、はいはいはい、で今日初めてまじまじと見たんですよしっかりと、はいはい、そしたら性別が男になっていて、本当ですか。病院で出したんですけど、ちょっとあの検査を受けようと思って出して、はい、その時気づかなくって受け取ったの見て男になってると思って病院でまた新しいのもらったら来ますんでって言って。そんなことあるんですか。男じゃないですよね。いや女です。性別が。そんなことあるんですか。初めて聞きました。初めて聞きましたね。すごいミスしますねまたね。やばいですよ名前で決めた。いやでも練習ってまあね世界を目指してるっていうことですから、練習ってそれなりに大変でしょうね。そうですね、まあ週6日くらいはやっぱり練習しているんですけれども、はい、まあ、確かによく海中道路とか走っていて、うん、で本当にハードな練習している時は飲んだ水が、はい、何ですか、息をしているかのようにそのままナチュラルにおえって戻ってきたりすることもあるんですけど、まあ、そういったものをきつさも含めてスポーツできることの楽しさの方が今は大きくて、うんうん、なのできついっていう感覚はそん、まあ、なんていうんですかね、辛いっていうのはないんですけれども、はい、楽しさの中できつさを見つけながらやっています。いじめられてます、はあ、すごい本当にあなたねすごいしか言ってないんです。確かにね今日の放送ねすごいっていう言葉で十分かもしれないです。どうしたらこのポジティブって言ったらおかしいんですけど、うん、この切り替えスイッチを自分で分かってるんだろうなっていうところが、うん、それはねナチュラルにやってるじゃないですか。なんかこう無理やりこう考えようとか、はいはいはい、こういう見方をしようっていうなんかこうなんていうか一生懸命やってる感は全くなく、うん、もう自然にそう見てるっていうか、そういう感じがものすごくしますね。うんうんうん、だから楽しくやってるじゃないですか。うん、楽しいです。ああそう。ちょっと分けてもらえませんか。本当だね。ですね。いやもうねいろいろお話伺ってきたんですけども、はい、またあのね。CM を挟みまして、うん、後半、木田さんにね、お話を伺っていこうと思います。本日はね本当に大変ためになるお話ですからね、はい、ラジオの皆さんもねまた後半引き続きお使いください。よろしくお願いします。一旦 CM です。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしてます。後半もですね車椅子アスリート日本代表のですね、木田翼さんにお話をお伺いしたいと思います。引き続きよろしくお願いします。お願いします。いやゆみさん、はい、ゆみさんに変わりましたけど、どうですかこの前半のお話を伺ってみて。もう私の中で翼さんは神様だっていうのですね。もう先行を下げないといけないですね。もう本当にね、分けてくださいっていう、ちょっと神の域に行ってるかもしれないですね。行ってます、行ってますよ。いや本当にこう何ですかこう。スポーツだけに限らずね、本当に生きていく上で大事なものをいろいろねお話を伺っているような気が本当にしましたね、はい、はね本当なんか自分のことをよく知ってて、うん、でこの先を 見続けているっていう目標とか、いやなかなかできそうでできない、ね、ことだなっていうところもあるんですけど、これを毎日ねコツコツと多分
練習もしながらいろんなことを考えながらやってるんだろうなっていうところもあるので、うんうん、これが自分のプラスになっている日々を送っているからこそ今のね翼さんがあるんだろうなと思いますね。いやなんかね、人生で起きる全てをプラスに変えてしまう。いや変えると思いますよ、ね、本当にどんと来いって感じ本当ですね、はい、いやでもいろいろね、今実は、冒頭にもお話ししてましたけど、もう仕事もね、してまして、うん、タイヤランド沖縄さんで働いてまして、はい、福祉車両のコンセルジュサービス、はい、これどういったお仕事なんですか。はい、タイヤランド沖縄カー用品だとか、はい、タイヤとかももちろん販売してるんですけれど、はい、それと合わせて福祉車両も取り扱っていまして、はい、まあ、介護用の車もそうですし、あと私みたいに障害がある人が運転するために必要な補助装置っていうのの取り付け販売などもやっている会社になります。では、まあ、私は主にそういった福祉車両の方の、専門でやっています。いやまさに適任というかね、はい、いやさっきも言いましたけどね、お客様の話を聞いて共感できるって言ってましたけど、うん、本当そうですよね、うん、いや重いですよ、はい、本当にね、またあれですね、木梨さん的な仕事に就くようになってるんですねあ、なるほどそういう人生を歩むようにね、シナリオができてるんですよ、ね、できると思いますよこうやりがいがあるんじゃないですか、こういう仕事。本当に感じますね、はい、やっぱりでいろいろといろんな人の話を聞いていると、また私もなおさら頑張っていかなきゃいけないなっていうふうにも思いますし、うん、でまた同じ選手として話を聞いていても、はい、やっぱり私やりがいのある仕事をさせてもらえてるなっていうのは思いますね。いや仕事がね本当にやりがいがあって誇りを持てるっていうのは本当に素敵なことだと思いますからね、はい、いやすごいな。僕ね動画とかめっちゃ見たんですよ、はいはい、今日に至るまでに、はい、そしたらねもう動画もすごいこと言っててですね、うん、やっぱり周りの人に助けてもらったっていうことでお願いすることができるようになったお願いするか、何かこうできないことは人にお願いすることができるようになった。もうお願いする能力って大事だなと思いましたね、はい、うん、できそうでできないですよ ね、 そうですよね、なかなかね、そう自分でやらなきゃっていうね、はい、のがありますね。はい、あと車椅子になった時にやっぱり車椅子になって落ち込むっていうのはもう今実際車椅子に乗ってる方にとって失礼だっていうお話もされてましたもんね。はい、それを思いましたね、うん、ね、車椅子になって嫌だっていうのはね、うんうん、それは車椅子の方にとって失礼だからそうは思わなかったっていうね、うん、なんかねすごい確かにそうですよね、本当ですよ、うん、だからかわいそうだって思ってるのが本当は一番の偏見かもしれないですね。そうですね、うん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 、確かに確かに、もう実際ねこうやってね本当にすごい活躍されて、はい、いろんな人にねすごい勇気とか与えてる生活を送るっていうのもね今ねちょっと語弊があるかもしれないですけど事故があってから、はい、ある意味大変な部分もあったと思うんですけど、やっぱり翼さんを輝かせるね、うん、教員子とか出来事っていうのはそれ以降もねどんどん出てますからね。そうですね、間違いなくプラスになっていると思います。なるほどね、すごいでしょ言うの言われましたなるほど、まあ競技始めて5年ということなんですけども、まあ、今後のこう翼さんのこう展望というか夢とか、はい、そういうのあるんですか、目標みたいな。そうですね、まあ今はまあ競技者としては一つずつ課題を克服していって、はい、まあ、一歩でも1分1秒でも前に進むことかなとは思っているんですけれども、はい、それと合わせてやっぱり障害者スポーツっていうのはなかなかまだ認知度が低いところもありますし、はい、まあ、言ってしまえば車椅子のマラソンって伝えた時にマラソンがどの距離なのっていうのをやっぱり言われたりもするんですね、うん、はいはいはい、まあ、実際は一般のマラソンと同じ 42.195 キロを走るんですけれども、はい、そういったところでもやっぱりまだまだ認知度が低いんだなというのを感じているので、うん、そういったところで少しでも、まあ、知ってもらうきっかけになれるんでしたらそれは嬉しいことだなと思うので、いろいろなところでお話しする機会があれば喜んでいきますし、うん、まあ、そういった活動も
また今後やっていきたいなというふうに思っています。なるほど。じゃあ僕が企画しますよ。あ、ぜひお願いします。めっちゃ講演会企画しますから今ね、僕5個か6個ぐらい企画してるんですよ、同時に。はい、まあ僕ぐらいでしょうね、5個も6個も同時にやるのね。ちょうどね、実は人生どん底から逆転した人の話っていう講演会を実は僕企画しててですね、はい、6月15日に、ライブハウスモッツの方で講演企画してるんですけど、はい、その話をね、僕 の共通の知り合いでありますね、方にお話ししたら、いや適任の方がいるよっていうことでお話を伺って、6月15日に持ってるんで、はい、もしよかったらぜひ来てほしいんですけど、やっぱりいろんな成功されてる方もね、いろんなどん底を預かったりしてるの で、うん、でそういうお話はいろんな人に勇気を与えるだろうっていうことを企画したんですけど、はい、ね、もう第2回はぜひ来なさんでね。あ、いいと思います。大丈夫ですか。先ほどちょっと見せてもらったんですけれども、はい、あのメンツの後に話すっていう、第2回に話すっていうのはやっぱはい、プレッシャーですね、はい、そこはプレッシャー感じますということで OK もらいました、はい、すごい切り替えましたよ、ね、すごい切り替え方でしたよ。いや、本当に今日ね、お話伺ったのはね、本当に貴重な、はい、分かっててもね、本で読んでそれ知っててもじゃあ実際できるかっていう話なんですよ、うん、ね、本で読めば今日話聞いてたらね、そうだよねっていう頭では理解できるけど、実際そうなった時にじゃあ果たして自分がそういう風になれるかってなると、うんうん、ちょっと分かんない部分がありますのでね、ぜひ第2回僕が講演会企画しますので、ぜひお願いします。もう、ね、でも本当にね、競技で活躍するのもそうなんですけど、いろんなところに、お話しする機会を持つっていうのもね、これからの翼さんのね、うん、使命でもありね、逆に翼さん自体があるじゃないですか、こう元気もらったりとかね、あります、あります。だから自分の話を聞いて元気になってる人見たら自分が元気もらうから、ね、いい循環が生まれるんじゃないかなと、はい、僕は個人的に思ってるんですけどね、うんうん、いや、たくさんの人を、ね、こう力づけるものは持ってると思うので、ぜひ講演会とかやってほしいです。頑張ります。大丈夫ですよ。どうですか、はい、この番組だったらすぐ調査入りますね。切り替えが、はい、先ほど伺ったんですけども、大会とか、はいはい、どこでこう情報を得ることができるんですか。大会自体は、パラ陸上競技のこの協会のサイトがあるので、はい、そこでやっているんですけど、大会っていうのはもう私たちが出場、あ、そうそうそう、あ、例えば木奈さんが出場している大会見たいっていう方がいると思うんですよ。はい、ですね、実は沖縄県内で大会が今なくてです、はい、あ、なるほどなるほど、企画しましょうか。ぜひ何でもできますね。本当ですよ。すごい。まあ去年一昨年ですかね、はい、まではあったんですけれども、残念ながらなくなってしまって、はいはい、なので今はちょっと県内では厳しい状況です、うんうん、なので県外の方に行きながらレースはやってます、はいはい、なるほど。あとはもうフェイスブックだとか使いながら結果だとか大会情報だとかの配信はやっていってます。なるほど。すぐ検索します。ぜひお願いします。はい、県外って言ってたんですけど、はい、県外だったら年間でどのぐらいこの競技っていうのあるんですか。ですね、全部で言うと結構いっぱいあるんですよ。いろいろな大会が常に開催されていて、はい、その中で選んでいくような形なんですけど、うん、私はだいたい月1くらいで何かしらの大会に行っています。月1で、はい、月1ってね、結構ハードですよね。ハードですよ。結構いっぱい詰めてます。だってそこに持っていかないといけないわけじゃないですか、ピークを。あー、でもピークを持っていく大会は絞っています。あ、なるほどね。絞っていて、その中で過程でまたある大会ではこれをまた目標調整として、はい、でこれをっていうのをそれぞれの大会で、まあ、目的っていうのを持ってやってます。このピーク一番、はい、いい状態に持っていく、はいはいはい、結果が出る状態に持っていく。だから僕ね、月に1回大会あるから、はい、その月に1回の大会にピーク持っていってるのかなと思ったら、ね、まあ、ある大会をターゲットに絞って、うん、そこをピークに持っていくわけです、はいはいはい、そうですよね。そうです。これが月1回分かってないみたいな。違う、ですね、それは年に1個2個とかですね。例えば国際大会ですよ ね、はい、失礼しました。今やっと理解しました。ごめんなさい。まだ日本に来たばっかりなんです。あれ、まだ日本に来て20何年
日本に来てに、いやいやもう29年目結構なるね、結構なるね、結構なるんですけどね、そろそろ覚えよう日本語、そうですね、はい、はい、ということでね、なるほどね、食事とかもやっぱ気をつけたりするんですか。そうですね、あまりこの細かい制限っていうのはないんですけれども、はいはい、夜はやっぱり炭水化物は抜いて、で、あの脂肪分っていうのは取らないようにしています。なるほど、ね、なるほど、僕炭水化物取ってますよ夜取ってるんですか。取ってるんですじゃあ真似してみましょうそこから行きましょうか、ね、はい、ピークを持っていってね、毎晩ピークです、毎晩もうピーク更新し続けてますね違うピークをね、はい、あれですね、競技用の車椅子がもう本当にミリ単位で作られていて、はい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 、のでちょっとでも太ると入らなくなっちゃうんですよ。ああ、そうなんだ、もうロスがないわけですね。ロスがないんです、はい、なるほど、本当にじゃあこう体に合わせてぴったり作ってるってことですか。ぴったり作ってます。なので言ってしまえば朝は入るけれど、はい、夕方足とか体がむくんでる状態だと入らない時もあります。むくみを抜いてそれから乗るっていう時があります。これ大会当日乗れなくなったら大変ですね。大変ですね怖い怖い。ミリ単位で変えるのは、はい、やっぱこの抵抗をなくす、そうですねっていうのと、体をもう本当に完全に固定するためにできるだけ、はい、一体化するイメージですか。そうですね、はい、もう本当にできるだけ一体化させた方がいいので、そうなるとこう車椅子を作る技術者たちも含めてチームですね、もうね。そうですね、そういうことになりますよね、はい、すごいです。びっくりしましたね、最初乗った時。ワールドの話だね、本当にワールドですよ僕のズボンの中にアジャスターがついてる7センチまではいつでも調節できます。なるほど、それとは全然違います、全然違います、全然違います。ミリ単位じゃないですか僕らセンチ、7センチ単位で、センチ単位ですかいやすごいですね、やっぱりこう世界で戦うっていうのはね、そのミリ単位、はい、ミリ単位、食事と、練習もね、さっき見たんですけどね、何でしたっけね、月800キロ走る。ああ、これが2年くらい前で、去年は1000キロ走りました。1000キロってあんた。無理ですか。その距離行ってくるコーチが鬼だなと思って。コーチ鬼ですね。もうコーチも連れてきてください、ね。多分涼しい顔で言うんですよね。はい、そうなんですよね、普通にさらっていっちゃうので、選挙走れてね、僕もねバスケしてた頃なんですけども、監督憎たらしいですよね。そうですよね、自分が座っててさらってるんですよね、えもう涼しい顔でね、はい、そうなんですよね。いやいやいや、今は本当に感謝しかないですけど、練習やってる時はイラッとしたりしますので、はい、ここでは感謝としか言えないですよね。そうですよね目が言葉も強くなってましたでもね、本当にあの今もお伺いしてみたら、こう監督コーチって本当にありがたい存在で、うん、選手以上に悩んで、選手以上に考えてて、はい、選手以上に落ち込むんですよね、うん、監督ってね、うん、そう考えるとね、ありがたい存在ですよね。本当ですよね、すごいですよね、うん、コーチって本当にすごい。だからってこう自分が出るわけでもできないじゃないですか、うん、あとはもう託す、はい、で戦術だけじゃなくて、その監督のかける言葉一つで選手の成績に影響するので、うん、だから本当にね、本当に広い範囲で知識とか経験を持ってる監督がつかないとですね、その人の才能を潰してしまう可能性もあるので、うん、そういう意味ではね、そういう最高のコーチがついてるっていうのはね、はい、いや本当に幸せですね、はい、そこはね、本当に思います。いや日の丸つけるってどういうイメージなんですかね。いやワクワクですか、実際。僕も日本を背負ってる、はい、と本人は思ってるんですけど、そうでもないみたいな。しょってますよね。はい、はい、いやでも本当にね、日の丸をここ沖縄のね、はい、出身の方が日の丸をつけてね、世界で戦ってるっていうのはもうそれだけでね、誇りですよ、ね。誇りだなと本当に思いますよね。はい、頑張ります。これから世界と戦っていくわけですからね。全力で応援します。はい、ありがとうございます。応援するみたいですよ、チアガールの活動。ああ、はい、いいですね。よろしくお願いします。警備員呼んでくださいね。すごいですね。すごいですね。すごいですね。最高ですね。なるほど。でもあれですか、これからどんどん公演とかもしていきたいっていうおっしゃってましたけど。はい。そうですね。はい、
会今年初めて、うん、あの地元の子どもたちだとか、はい、あと母校に呼んでいただいて、はい、こう講話したんですけれども、同じ沖縄でもやっぱり地元ってなるとさらにこう気持ちが変わりますし、だからやっぱり嬉しくなりますよね、こう卒業した後も呼んでくれるとか、今はなかなか地元にいることもないけれども、それでも地元の子たちにって呼んでいただけるっていうのはもう本当にありがたいなと思って、話していてもやっぱり気持ちも、私も伝えたいこともいっぱいどんどん出てきて時間が足りないって思っちゃったりもしたんですけれども、そういうのを経験していくと、やっぱこういった沖縄にせっかくいるので、沖縄の子たち、それから人たちっていうのともっとつながっていきたいなっていうのをすごく感じました。やっぱりすごい人ってね、あの遠くにいるっていうね、イメージをどうしても持っちゃうんですけど、はい、意外とね本当にすごい人ってね身近にいるんですよね、うん、本当に学べることっていっぱいあるのでね、はい、あのぜひね、あのこれから沖縄だけと言わずね、もう全国世界で皆さんで、ね、お話をね、もう相当ね人生観変わる人いっぱいいると思いますよ。いると思いますよ本当に。もうここにもいますから一人。もう変わってますよ。まあ明日からまた戻るんですけど。え、三日も戻らないんですか私。今日変わりました。今日、明日戻りますよ。なるほど。嫌です。そうですよね。いやでもね本当にねすごいなって、うん、しか言えない。本当です。神ですか。はい。でもあれですね、この沖縄さんがこれまで経験したことを、まあ競技を今ね、アスリートとしてやってますけど、そのアスリートを引退した後もね、はい、何かこう経験とか生かして、はい、またね、いろいろできそうなイメージがね、うん、すごいありますね。そうですね。講演かなってほしいですね。たまに日本語おかしいって言われますけど。でもね、沖縄さん話も上手だからね。はい、いやいや、もう特にラジオは緊張しますね、やっぱり。してないと思います。いやいや、めっちゃ汗かいてます。でもね、テレビの取材とかもね、はい、結構受けてるんですけど、ラジオの方が緊張するんですか。はい、ラジオが緊張しますね、はい、生放送で編集がないですし、はい、まあ、テレビニュースは特に綺麗に編集してまとめてくれるので本当に様々なんですけれども、うん、もうこちらはダイレクトですからね。はい、そうですよね。まんま伝わってきますからね。そうなんですよね。それは緊張しますね。慣れないですね、やっぱり。なるほど、なるほどね。まあ、でもね、あの僕企画しますから。早速タイトルどうしようかなってずっと考えてるんですよ。お坊さんが語る。違うな。神様が。神様。神様と直接交信できる。ひな翼とは。違う。どうですか今タイトル。ちょっと初めと高子呼んでいいですか。なるほどなるほど。ね、もうね、今変な伝わり方キナさんねしてますけどね、はい、神様ではないですからね。はい、失礼しました。なるほどなるほど。本当にでも面白い世界ですよ、車椅子陸上もそうですし、はい、車椅子自体の世界も、うん、そうですよね、はい、写真でね見たんですけど、あれめっちゃかっこいいですね。競技用ですね。本当にスポーツカーみたいな。すごいですよ ね、 あ、材質とかもこだわってるんでしょうね。あれですね、私が今乗っているのがカーボン製なんですね、はい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 、でその前に乗ってたのがアルミ製なんですけれど、はいはいはい、変えた時にあこんなにもカーボンって違うんだって体感した。え、どう違うんですか。下り坂を走っていると、はいはい、カーボンの時はやっぱりちょっとガタつきがあって、うんうんうん、で50キロ後半とか60キロ出てくると結構怖いんですね、はいはいはい、転倒してしまわないかっていう、うん、はいはい、怖さがあるんですけど、カーボンにするとそういった振動が全部吸収されて、もう滑らかに滑っていくんですよ。あ、安定してるってことですか。安定しています、はい。はで、この伸びもスピードの伸びも違いますし、維持する時間も違うん で、私が今乗ってるのはメインのフレームといって、こう三輪ってちょっと細長いんですけど、はいはいはい、細長いところがカーボンなんですね、うん、でもちょっとまた次はフルカーボンっていって、全てがもうカーボンにできているもので作り変えていく予定なので、それに変わった時もまた楽しみだなと。いや楽しみですね。今そこに向けてちょっとトレーニングもレーサーの形に合わせてやっています。それはやっぱりこう作る側と打ち合わせしながら作っていくんですか。はい、そうですね。なので東京に行って、あ、埼玉ですかね、行って採寸したりこう話したりしてきました。あの自分のこう何ですか、要望とかも伝えながら、はい、そうですね。はあ、カーボン、やっぱりお値段もすごいでしょうね、カーボンというぐらいですからね、うん、すごいですね。
いやあんまり聞きたくないけど確かにすごそうですね。今乗ってるのでもう100万100万ですよ。はい。で次作ろうとしてるのがまた200万なので、まあ今は本田さんがサポート入ってくださってて、はい、でこう技術提供している八千代さんで作るんですけど、はい、なので実質提供でさせてもらっているので、もう本当にありがたい限りですね。本田さんが、ここは、はい、なかったら新雑さんもフォローしますからよろしくお願いします。ぜひぜひ。いやすごい、でもやっぱりそういう人たちの夢も乗せてね、はい、あの活躍しているでしょうからね。ゆみさん、はい、なんか聞きたいことって聞いてた方がいいですよ。もう二度と会えないですよ。会えない。世界に飛び出すし。じゃあ FM 講座で話してください。今度ゲストでまた会いたい。はい、あ、僕通してもらっていいですか。新雑さんを通すんですか。いきなりマネージャーみたいな。あ、でいやでもこの翼さんの今まで生きてきた歩みとかをもっといろんな人に。ぜひ聞かせてほしいです。あ、本当に何か私もこのね、先ほど初めて会って今お話しながらなんですけど、うん、ものすごいこのパワーをすごく感じるので、いや、こう聞いてる方たちもね絶対伝わってると思うんですよ。ありがとうございます。読んでいいですか、新田さん。いいですよ、僕通してくれれば。今通しましたから、ぜひまた、はい、よろしくお願いします。なんかね、語弊があるかもしれないですけど、楽な生き方してる人だなってイメージはしますね。楽させてもらってます、はい、ね、楽しそうですもん。だってなんかね、本当に語弊があるかもしれないですけど、一応あのこう本当に車椅子になってだじゃないですか、うんうん、なのにね、これっぽっちもね大変そうだなとか、そうそうそう、なんか不自由そうだなとか、うん、かわいそうだなとか感情が一切出てこない。多分翼さんがそれを出してるんでしょ。感じないっていうのはね、もうね、すごいなとか羨ましいなとか、そう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 、それだけしか出てこないんですよ。そういう感情しか湧いてこないですよね、うん、人柄もね、不便なところもやっぱりあったりはするんですけど、はい、特に階段とか2階の居酒屋が行けないっていうのあるんですけど、うんうん、みんなが持ってくれるんですよね。なるほどね。本当に沖縄俺も車してるから帰りも持ってくれるんですよね。そうです、沖縄暖かいなって思いますね。へえ、はい、車椅子になって本当に人の暖かさ感じるようになりましたもんね。あ、なるほど、逆にね、さらに、はい、確かに沖縄っていいなって思います。またね、不自由なのが2階の居酒屋行けないっていうのが翼さんらしいですよね、うん、いやいやいや、きっと持ってくれる人がいる、はい、まあでもね、車椅子になったからこそ気づいた部分とかね、はい、いっぱいあるでしょうね。ありますね、いろいろとありましたね、はい、一つ聞いていいですか、はい、今後のこの考えているとか描いている将来の、はい、目標とか、はい、今の目標とか、はい、次考えている目標とかね。そうですね、何ですか、はい、実は車椅子のこのスポーツって、はい、一般の競技と違って、うん、息が長いんですね、この選手生命が長いというか、うん、今こう世界で活躍している日本のトップアスリートでも、うん、やっぱり50代の方がいますし、女性でも40代の方いるんで、そういうのを考えると、まあ、競技者としてやっぱどこまでいけるのかわからないんですけれども、うん、はいはい、いける限りは頑張っていきたいなっていうのがまず一つあって、でその先には、まあ、引退した後も含めなんですけれども、他のまたスポーツやりたい子たちと関わっていきたいなっていうふうにも思っています。いやー、すごいいい指導者になると思いますよ。本当ですよね。もうなんならね、指導も同時にやってほしいぐらい。ただ伝えるのはめちゃくちゃ下手なんですよ。いや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 。あの翼さんの場合はね、言葉で伝えるというよりはね、あの実践というか、うん、生き方とか背中で伝えるタイプじゃないから、いいこと言いましたね、今ね、2回目。ね、2回だけ限度ですよ、もう出てこないです。でもね、そういうタイプだと思います。うん、はい、口数は少ないけど伝わってるっていう、ね、うん、これ本当の指導者だと思いますよ。うんうん、
はい、口で何とか説得しようっていう人もいますけどね、はい、実践を通して教えていくっていうのがね、はい、いや素敵だな、僕も指導受けたいな指導受けたい人がいっぱいいますね僕の周り、はい、外でもタバコ吸ってる人もね、カズさんもやっぱり200名ぐらいです、大丈夫ですか200名でも集まると思うんですよ、はい、学びたいっていう人もね、うん、いると思うので、ぜひまあね、時間がね、はい、迫ってきたんですけど、翼さんね、最後にリスナーの方にねメッセージを一言お願いしたいんですけど、はい、はい、そうですね、まあ、一応私楽しく頑張らせてもらっているんですけれども、この活動を通してまたいろいろな方とこれからもつながっていきたいと思っていますし、また何かもし感じていただけるものがあるんでしたらそれもまた嬉しいことかなというふうに思っています、はい、でこれからもどんどん表に出ながら、まあ、競技の方もそうですし頑張っていきたいと思いますので、応援していただけると嬉しいです。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゆみさんどうですか、今日1時間近くお話伺ってきたんですけども、私がの神様もう神様になってますからねいやもっと話したいですね。延長します、延長します できないですよ次待ってますから、次が待ってますからいやもうね、今日で神様になったということでね、多分お祈りしてますよ毎日、はい、お願いしますお力を分けてください思いますね、はい、で本当にね、今日短い時間だったんですけど素敵なお話が聞けましたし、はい、翼さんのね、人間性も、うん、家族のこととかね、いろんなヒントももらいましたしね、本当に有意義な1時間でしたね、はい、本当ですね、はい、またね、いろんな形で翼さんのお話が聞けるような企画をね、僕もやっていきたいと思いますのでね、今後の活躍も本当に期待してますし応援してますので、また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。いいですか、はい、はい、じゃあ本日のゲスト様はですね、車椅子アスリート日本代表のですね、木名翼さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。